あ、赤え、でかい赤え、見えます？こんぐらいの。見えた？なんか波紋出ましたね。今追ってまいります。ほらほら、いるんですよ。なかなか食うまでに至らないんだけど。ゴカイが生まれて、まあ夜見てりゃいるんですけど、こういう感じでまっすぐのスーっていう波紋で泳いでるんですよ。だからこのルアーを見せるっていうよりもこの波紋をめがけて食わせる釣り方なんで、こんぐらいシャバついちゃってると波紋が出せないんですよね。さすがに怪しいなって気づかれちゃった。食った。ほい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 。よいしょ。こういう感じでサクッと釣れます。はーい、待ち抜けシーバスね。暗くなってきてニョロニョロ、ジャクソンのニョロニョロで食いましたよ。じゃあね、さっくり逃がしてあげたい。トリプルフック仕様にして、はい、こんな感じでさっくり夕方シーバス、じゃあ逃がします。 P ラインでこういう軽いルアーを飛ばして、で竿はね、つららのグリスサンド73っていうね、ちょっと昔の竿ですけどもね、こんな感じの組み合わせでやっております。はい、じゃあこれから会社の中に行ってみます。暗くなってきたからこの足元も警戒心解けば、昨日一匹釣ったけどここは本当擦れてないんだと。あー、また食ってきた。いるはいるんですよね。そう、いるんですよ。あのね、鈴木って案外頭いいから、寸前でほんと 0. 何センチの差で見切ってやめるんすよ。みんな昔分かんない時はあいつら食うの下手だから下手だからって言ってたんだけど、水中映像とかで見るととんでもない賢くて、で今なんでやってるかっていうと、潮が速いと見切れなくなるんですよ、シーバスも。だから大潮の時、中潮の時よく釣れるっていうのは、流れが速くなりすぎてシーバスがこれ判断効かなくなってくるんですよね。これがゆるい潮だと、あ、なんだルアーだっつってすぐもう結構遠くの段階で見切っちゃうんですけど、潮が速いと、んー、なんか分かんないけどとにかく食わえちゃえって。だからこういう今日なんかも多分潮はだいぶいいんだけど、そういう日にこう飲み会があるってのにギリギリ前投げちゃうってのは、そういう。昨日もなんやかんや23時までやつもうバカ。でかいのが来ても抜ける強い道具なんだけどな。よし、ああダメだ。食わしたんだよ。
わ。あーちっちゃいな。この横すげえっす。もう一匹ぐらい釣れそうな気がする。でもね、もうちょっと大きいのいたんですけどね。こいつじゃないな。はい、ニョロニョロ絶好調2匹目ね。おかっぱりだから楽しいですよ、このバコーってね出る瞬間と。こんな感じでフロントフックね、シングルフックだけどこうしっかりかかってくれましたね。はい、じゃあ逃がして今度こそ飲み会に行きたいと思います。